豊洲市場の問題で東京都の専門家会議の平田座長が現地を視察後に会見し、地下空間にたまった水は地下水と判断するなどと述べました。地下水管局上に適応していた、水道水レベルということですよね。飲んでも大丈夫だという。豊洲市場の安全性などを再検証する専門家会議の平田座長は今日初めて建物の下にある地下空間を視察しました。平田座長は敷地で採取した地下水との成分比較から溜まった水は地下水由来であると判断したと述べました。また地下空間に溜まった水や空気の検査結果も公表し、水からはヒ素や鉛などが微量に検出されたものの、いずれも環境基準値以下で安全性には問題ないという認識を示しました。